すみません、恐竜は今手が離せなくて。何してるんだ。ああ待って、ちょうど一匹来ました。ジョエル、電話だよ。笑えないな。笑えるのに。年寄りだからってジョーク。分かってるよ。あ、そう。コンプソグナトス。うん、ちっちゃいくせにデカそうな名前。わあ、こいつの脳みそ枝豆サイズ。そりゃ奇遇だな、誰かさんとそっくりだ。はははは、笑える。トリケラトプス、俺が知ってるのもあるな。ディメトロドンは頂点捕食者だったって。頂点捕食者？ぶっちぎり最強の捕食者ってこと。ふん、にしては小さいな。それ私のこと？へえ、すごい。それはなんだ？このスーパーヒーローカード、人気だったみたいだね。サラが昔ハマってたっけな。いや、モンスターのやつだったか。忘れた。ジメトロドン、薬みたいだな。トリケラトプスの意味は三本角の顔だって。そいつにぶっ刺されたら一巻の終わりだな。ガリミムスは鳥もどきって意味なんだって。誰が名付けたの？科学者だ。センスゼロ。ベロキラプトル。チビだな。映画は信じるなってことか。こいつの頭蓋骨ごっつい。トミーに似てるな。だろ？トミーにチクっちゃおう。やめろ。光を当てれば。トミーだ。うわ、これ鳥みたい。まあ実際古生物学者も鳥は恐竜の子孫だって言ってるしな。ふん、ジョエルって意外と物知りなんだ。これでも勉強したんだね。
ぶっちゃおう。いいな。博物館よく行ったの？サラが大好きだな。テキサス中の博物館や美術館に連れて行かれたよ。キリンみたいだね。確かに似てる。ちょっと。かぶせたくなるな。でしょ。ここのこと知ってたの？気に入らなかったか。なら帰ってもいいんだぞ。まさか。ねえジョイル、惑星の名前言える？水金地下木ドッテン解明だろ。あのさ、突然どうしちゃったの？水は水星、金は金星、地は地球。わあ、そうか。なるほど。それいいね。最高。ハンドルはどこだ？ローバーはハンドルじゃなくて操縦桿なの。うん。待てよ、これ本物か？本物は月に置いてきちゃったから偽物。ちょっと待て。宇宙に行くならヘルメットがいるだろ。ああ、そっか。そりゃそうだよね。かっこいい。何の匂いがする？宇宙と埃。さあ、どうぞ。
気をつけろ。すごい。おっと。よし。いや、すごいな。ボタンだらけだぞ。超かっこいい。すっごい。だって想像してみてよ。誕生日おめでとう。何それ。これはな、かなり苦労して見つけたんだぞ。気に入ったか。気に入らないわけないでしょう。そらよかった。それじゃ他の場所も見に行っておくか。やったね。